SFM がお送りするバンディーズ What's Going On 4月の7日はですね、こうたこ焼きのお姉さんがいてるんですけども、このたこ焼きをただ売ってる人ではない、愛嬌接客習得セミナーというのを広げていらっしゃいますオフィスワン坂の代表でいらっしゃいますよ、はい、木村美希さんです、はい、来てありがとうございます。ありがとうございます、はい、これたこ焼き、はい、愛嬌接客とは何でしょう。はい、愛嬌接客とはですね、はい、あのアクションとリアクション、うん、リアクションのバリエーションです、はい、それをね接客に生かすっていうことなんですけど、はい、そうなんです。あの例えばありがとうございますって、まあ、接客だけじゃなくてもよく使う言葉だと思うんですけど、ありがとうございます、はい、そうなんです。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、そうです、そんな感じです。あの同じ声だと機械でいいじゃないですか、はい、今流行りのファミレスとかにありますよ、ね、はい、はい、ありがとうございます、なんかありがとうございましたみたいな電子音の、あ、一定ですか、ね、はい、いや機械でいいんですよ、うん、でも人間がやってるんですから、うん、いろんなあの感情があると思うんですね。ありますよね、はい、なのでその感情を乗せてお伝えしたらいいんですけども、はい、そういったことを筆頭にいろいろお伝えしてますね。あの機械でね、はい、まあ、一応ありがとうございます言ってても、はい、あまり人は感動しないそうですね。あ、でもちょっとあのちょっとこんなこぼれ話があって、はい、ファミレスにあの、はい、機械導入されたじゃないですか、猫ちゃんとかの人も ね、 あ、 ね、ありますよ ね、まあ、ね、気まずくなる猫もね、あの道に迷ってね、通行できなくなって、そうそうそう、で、うん、あれをあのファミレスにあの導入した時に、はい、あのちっちゃいなんかファミリーの方がいらっしゃったんですって、はい、であの店長さんが、はい、あ、ファミリーの方だと思って接客見に行ったら子供が泣いたっていう、はい、猫ちゃんがいて猫に泣けたんや。そうなんですよ、まあ、そんなこともたまにはありますけど、いやまあそれもあれですけど、まあ、はい、でも、まあ、それもね、もちろんあの人手不足があるので、はい、機械でやるとか全然違った方がいいと実は思ってる方なんですが、はい、その空いた時間で、うん、より接客とかをしっかりしてお客様のハートをつかむっていうふうに私は考えてるんですね、はいはい、どうしても忙しくて人手不足だと作業になったりするので、はい、作業でできることは機械に任せてもらって、人間ができるお客様のサポートは人間がするっていうことですね。あのね、ミキティね、はい、僕思うんですけどね、はい、あの人間ってね、うん、まあ、例えば遅刻してもあっ、しゃべったな、あいつやんな、うん、って言われる人もいてるし、うんうん、でもうほんまちょっとしたミスでね、うん、もう普段は完璧やねんけど、365日のたった1日、うん、ちょっとミスしただけでむっちゃくちゃ怒られる人もいてるんですよ。これどういうこと？それは多分ですね、はい、あの日頃からの、まあ、その方の発する言葉であったり、はい、まあ、態度であったり、はい、表情であったり、そんなことが集計されて、うん、あのむちゃくちゃちょっとポカをしてるけどしゃあないなって思う方と、完璧なのに一家にミスを、はい、なんやねんって思われる方と、やっぱり残念ながら出てくるのもあるかもしれないですね。そのためにはこのミキティの愛嬌接客じゃないですか。はい、まあ、接客と名前つけてるんですけど、はい、実は普段からできることがたくさんあって、はい、あの愛嬌接客 の、 あの3つの私あのいいことがあるって言ってた。3つ、はいはい、1つが1つあの時間がかからない、すぐできる。あ、なるほどね、はい、でもうスイッチするだけやもんね。そうなんですよ、不愛想やめよう、はい、で、ね、お金がかからない、はい、お金がかかる言葉と、お金ないねんもう言葉と表情とあの行動なんで、ただやそれ、はい、ただやで、うん、もう3つ目があの、うん、すぐできる時間タイパ、それ先言ってたもん、言ったその場でできるやん、うん、あ、あなた間違った、あ、3つ目がその場でできるで、スペース、スペパです、スペースパフォーマンスがいい、間違えた、このね、あのスカタンなところが愛嬌なんですよもう何回スカタンやんねやろ、本編でもしてますよ、ま、私実はね、頭の中で計算してるんですほんまはちゃんとできるんやけど、わざわざもう先からね、あの しくじってくれやってやるんです。すごいバンディーさん、フォローがめちゃくちゃナイスですねこういう方を愛嬌なる方って言うんですよ、はい、はい、ということでね、はい、まあ、このラジオと同じぐらい長く喋ってきましたけどもこれ一応番組宣伝なんですけど、はい、ほんま番組宣伝は1分から2分で決まってるんですけど、 YouTube とないでもなりますから、なるほどね、はい、受けたい人いっぱいいるんじゃないですか。そうですね、今のところ、はい、あの商工会議所様が多くて、はい、あのいろいろ行かせていただいてるんですけど、もし大阪とか関西地区でやることがあったら、はい、またぜひあの皆様も来ていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、もうあのうちの会社に呼んでいっぺんちょっとね、あのみんなにこのセミナーやってほしい。めっちゃやりたいですよ、ぜひぜひね、はい、それは僕は決めることやないですけど
ここで愛嬌で、オフィスワンサカで、そうです、はい、調べていただきたいと思います、はい、ということで4月7日はですね、この愛嬌門の、ミキティです、はい、お願いします。お知らせでした。さよなら、はい、ありがとうございます。